寂しい。ちょっと何ですかこれは。これはどういう画角なんですかこれは。日頃、はい、あのインタビューされる側の2人だと思うんで、はい、まあ、インタビューする側も経験してもらおうというのもあるので逆光で石垣さんの鏡見えません逆光です、へえ何がありますか。2人の関係的にはどれぐらいの仲ありましたどういう関係ですか。どういう関係、後輩ではあると思うんですけど、いじられますいじられてます。なんかよく皆さんが石垣さんの、エンジンが面白くないと言ってましたけど、はい、そこに関しては自分では面白いと思ってますか。いや、まあ面白くはないんですけど、滑って笑いを取るっていうのを最終的な目的にしてるんで、まあ自分の中では、まあ、滑って最後ちょっとこう笑ってくれればいいなってあるんですけど、まあ、正直滑ってさらに笑ってももらえないんで、まあ、僕としてはちょっともう、まあ、計画としてはもうかなりずれてますね。なんで、まあ、今年はちょっとこう少し笑っていただけるようにちょっと頑張りたいなと思いますね。まあ、笑っていただくとは言っていましたけども、はい、あの面白くなさすぎて皆さんアンサーがないと思うんですけど、はい、そこに対して皆さんのについてどう思っていますか。いや、アンサーだけはしてほしいですね。やっぱなんか 2,3 回やり直しになると僕のネタも尽きてきますし、なんかもうちょっと苦しくなるんで、さすがに、まあ、せめて、まあ、1回はしけても、まあ、2回目ぐらいにはちょっとアンサーはしてほしいですね、はい、奥さんが、はい、その動画を見て、はい、どういう反応してるんですか。いや、多分喜んでるんじゃないですかね、はい、あ、家でもよくちょっとこう滑ってるんで、まあちょっと奥さんにもたまには笑っていただきたいですね。たまに面白いじゃんって言われるんで、ちょっといつも面白い、まあ滑らないように、はい、家でも努力したいです。なら奥さんに一度そのネタを言ってみて、はい、奥さんが笑ったものをエンジンに持ってきてもらいたいなと思うんですけど、そういうのはやらない感じですか。もう一発勝負な感じですか。一発勝負ですけど、まあ、それも今度ありかなと思いますね。でもその場合、まあ、奥さんが笑って OK もらって結局エンジンで滑ったら、まあ、僕の、はい、妻の笑いのレベルも低いってことなんで、まあ、そこはちょっと、はい、いろいろまだ考えていきたいなと思います。でもそこは奥さんがすごくプレッシャーになるということは、はい、夫婦揃って、はい、やっぱそういうチームのためにやるっていうことなんで、もう奥さんもいいプレッシャーになって、はいはい、ちょっと笑いのレベルも上がってきたら、はい、チームの雰囲気も良くなるかなと思うんで、まあ、そこはまあ、チームのために奥さんにレベル上げていただいて、はい、そうですね、まあ、夫婦もチームなんで、はい、チームで、まあ、夫婦で、まあ、そこも頑張っていけたらなと思います。では石垣さん、まあ、僕の先輩として今年の1年、はい、僕に対する目標をお願いします。僕に対する目標、はい、これをするとか、はい、はい、何かまずは夫婦揃ってやっぱそのちょっとでもエンジンのちょっとこう笑いをちょっと開けるっていうことと、まあ、あとはやっぱ自分もスタートからやっぱ出ることがやっぱ一番のあれなんで、やっぱしっかりスタメン出れるように頑張っていきます。はい、ぜひ奥さんに会わせてください。はい、で僕がやればいいですね、あと。はい、始まりました。イエーイ。キャンプ順調ですか。はい、石垣さんと同じく順調に、はい、進んでおります。今年から一人暮らしをするという話も聞いたんですけど、得意料理、オフシーズンで何か得意料理とかできたんですか。いや、まだ得意料理っていうのはまだないんで、一応いろんなものを作って、いろいろ食べてますけど、まあわりかし自分はできるなという、ちょっと腕がいいのかなっていう気持ちはありますね。ちょっと僕の見た目的にちょっと料理はあんまできなさそうな感じはあるんですけど、ちなみに一応何作ったんですか。そうですね、いろいろ親子丼であったりとか、まあ、味噌汁もそうですけど、まあ、魚焼いたり、
まあ、いろいろ豚を炒めたりとか、まあもう本当に簡単なものですけど、はい、別に焦がすとか、はい、石垣さんみたいにそんな下手なことはしないですね。お、結構ちゃんとやられてるんですね。ちなみに一応僕もちゃんと料理たまにするんですけど、結構親子丼とか作ってるって聞いて、はい、だいぶすごいなと思います。石垣さんと比べてしっかり料理は、はい、やってると思うんで、まあ、奥さんに任せっきりっていうのはあまり良くないと思うんですけど、まあしっかりそのね料理をしっかりした後に、まあね、後片付けとかをまあ石垣さんやってるんだろうなと思っておりますけど、料理するのはいいんですけど、どうしても片付けっていうところが一番大変なんで、石垣さんぜひそこは片付けをしてあげた方がいいのかなって僕は思います。はい、僕もちゃんと食べたものはしっかり洗ってます。あ、ちなみに一人暮らしでちょっとここに住んでるんですか？石垣さんの家の近くでございます。あ、そうなんですね、はい、わかりました。今度は、はい、遊び行きます。はい、ぜひ石垣さんの奥さんとご一緒に、はい、はい、ちょっと話変わりますが、ちょっと今年のキャンプの目標と今シーズンの目標を教えていただけたらと思います。はい、まずは石垣さんと一緒に怪我なく、はい、キャンプを完走できるように、はい、するのと、まずは状態を上げて、シーズンに臨めるように頑張りたいなと思います。まあ、シーズンの目標とすればエンジンでまずは石垣さんの笑いをがどうなるかっていうのがあるんで、僕はそこを笑えるか、ちょっと僕もちょっと奥さんにプレッシャーですけど、僕が笑わなかったら多分もう奥さんレベルがってなっちゃうんで、まあぜひ石垣さんの笑いも僕は楽しみに頑張りたいなと思います。はい、しっかり後輩なんでエンジンの時は笑っていただけると思います。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、オッケー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 、じゃあ僕から行きます。じゃあ僕これで。これ動いてるんですか？もう撮れてます。え、マジっすか？あ、いいね。かっこいいな、お前やっぱ。え？ちょっと近めに行くわ。俺引きで行ってね。ちょっと今顔汚い。中田翔さんとかさ、中島さんとか、まあ、他のメンバーもそうだけど、初めて一緒に野球やって、どんな感じだった？どんな感じでしたか？まず中田さんと中島さんは、ファーストに投げやすい。初めてこんな投げやすいファースト。景色いいですね、ホテル。風呂深いしね。風呂深い。こぼれる。お疲れっす。いや、辻本選手、お疲れ様です。今の気持ちは相当気持ちかったね。相当気持ちいい。気持ちが相当気持ちかった。気持ちが気持ちいい。ここまでこうファンの人に確かにいう環境じゃなかったら、どんだけ辛くてもこう頑張らないといけないっていうこの環境がすごくなんか分かる、分かる。お前うるせえよ。りんたろーさんしかいないんで、気軽に話せる人が兄貴みたいな。お前友達みたいな感じって言って兄貴、兄貴、兄貴はカメラでしょ。兄貴本当は本当は本当はダチ